スキさんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしまーす。ありがとうございます。もう、あの、満席ですね。すごいですね。ありがとうございます。はい。 あのー、サブタイトルマイクロスクラ、マイクロソフトクラリティなら初心者もにっこりということで、ユーザーコードの分析からサイト改善のポイント、サイトの改善ポイントを探ろうというテーマでお送りします。はい。あの、自己紹介ということで、小杉さやかと申します。大体いいあの、ワップーの帽子をかぶって登壇はしてるので、あの、なんか、 ワードキャンプの写真に黄色い帽子が写ってるなと思ったら大抵私です。m g n さんがあの帽子作ってるところも、ね、始まりましたけどあの大抵私がかぶってたりします。で、えっと、カエル・コムニス株式会社という代表取締役やってますけれどもあのなんか私、教員養成大学出てて実はウェブの開発も制作もあとコンサルもやっててあなんかコンサルをやってくるうちに 成果の出るチームと出ないチームがあって、なんだろうと思ったら、やっぱコミュニケーションの量なんですよねで。コミュニケーションがちゃんとしてるところは、やっぱりすごい、何を、私が何を言っても、ちゃんと自分たちで成果出すみたいなので、それでコミュニケーション心理学を知って、で、ストレングスファインダーとかやって、そう、人間のコミュニケーションと行動心理,心理を探るのが割と好きということで、今回のお話もユーザー行動分析という流れになっております。GA4 よりクラリティとサーチコンソール派ということです。はい。で 今お話しするような内容は、Microsoft リティ研究所っていうめちゃくちゃ、何、公式みたいな感じのあの名前ですけど、そこで挙げてるので、それも参考にしていただけたらと思います。はい、そのセッションのポイント3本です。はい、Microsoft c l a って知ってますユーザー行動の、ユーザー行動分析の進すすめ、Microsoft クラリティを使ってみようの3本です。でスライド全部あのツイッターの方に公開しているので、復習してみてください。 で、まず一つ目、マイクロソフトクラリティ知ってますかということなんですけど、えっと、クラリティを使ったことある方ってどれくらいいらっしゃいます使ったことある方。あ、1割くらい、1割、2割くらいですね。時間解けません。<laughs> 見てるとああ、もうこんな時間経ってるっていう感じの、時間が解けるほど興味深いツールなので、ぜひあのメリットとデメリットをね、押さえておきましょうと。いうことでメリットをまずお伝えすると、視覚的にわかりやすいヒートマップっていうのがあ,あります。ヒートマップって、あの結構こう、色でわかるんですね。すごいクリックされてたりするところは真っ赤だったり、全然クリックされてないところは色がそもそもついてなかったりとか青かったりみたいな、まあ割とわかりやすいと。で、あのマイクロソフトさんってコパイロットっていう AI、 入れてますよね。なんか開発系でコパイロットって入ってると思うんですけど、マイクロソフトクラリティにもコパイロットっていう AI が入ってるので、あのヒートマップを AI がまとめてくれるんです。分析して。で、あとユーザーコードを追体験できるレコーディング機能ってあります。皆さん何気なくホームページ見てますよね。で、マウスの動きなんか自分の動きなんかほとんど意識してないと思うんですけど、クラリティ全部録画してます。はい、怖いと思った方。 で、逆に、それを見れるんだ、楽しみと思った方。はい。<laughs> どっちもありますよね。はいあ。そのレコーディング機能あります。このページ経由してる人、どんな動きしてるのか、みたいなのが動画でわかるっていうのがあります。この動きも AI があのテキストでまとめてくれたりするんですよね。であと、無料なんです。で、クラリティはオープンソースとして公開されているので、無料で利用できて、マイクロソフトの提供機能といろいろ連携とかもなされてたりしますと。で、ただ、リスクもあります。まずね、 マイクロソフトって AI 推進派なんですよ。そもそもオープン a i に出資している会社なので、AI 推進派っていうことですから、あの、クラリティで取得したデータはだいたい AI 活用されると思ってください。学習されます。ですから個人情報を入れとくとまずいんですよ。そこだけちょっと気をつけていただきたいんですね。 まあ本コパイロットって AI が入って、さっきまとまりますって便利だなって思うじゃないですかあ。それは AI 学習してるからっていうのもありますねで。個人情報を取得してしまいやすいっていうのはやっぱりあります。ちょっとね、お問い合わせフォームの,あの入力欄はマスクされているんですよ。それはまあまあわかるじゃないですか。はい。お問い合わせフォームに確認画面入れてるっていう方どれくらいいますあ、ちょろちょろと言いますね。確認画面って平分じゃないですか。ちょっと。 ちょっと怖いですよねそうなんですそういうところがあるから取得してしまいかねないっていうのがありますなので一回ちゃんと入れるんだったら設定よく見ておいてほしいんですね。であとあの後でまたお話ししますけどその平文のところはやっぱり個人情報だろうが何だろうが平文だからこのクラリティとしては別にすもう制限しないっていうのがデフォルトになっちゃってるからそこだけ気をつけてほしいということですね。 はい、メリットとリスク両方知っておきましょうとちなみにあの最近うちのマスコットになったミッドジャーニーで作った青い猫です。はい、で大前提としてこれあの別の 会場であの丸山さんって QA アナリティクスの丸山さんも話をしていると思うんですがあの彼は QA アナリティクスっていうツールを使ってやっぱり個人情報をすごい大事にしているんですけどもリスクが伴う時代なんですよ今すごく基本的にはやっぱ取得しないスタンスっていうのがすごく大事なんですねあの解析ツール見てる側としてはなんかあの会員 ID くらい取っていいんじゃないかみたいなで会員 ID で紐ひも付いてこの人どういう動きしてるかって見たいみたいなのあるかもしれないですけどやめましょう <laughs> できる限り個人情報 入れないといととうことは大事だからどうすれば守れるのかなっていうふうに意識を向けていくのが大事ですね。あとやっぱり制作会社の方今日どれくらいいらっしゃいます政策会社ですっていう方あ 2割、2割くらい、1割、2割くらいですね。やっぱりクライアントさんにこういうツール便利だから入れましょうみたいな話になったりもするんですけど、そもそもあのチャット GPT も使えませんみたいな企業ってまだまだいっぱいあるので、チャット GPT 使えない企業があのマイクロソフトクラリティ入れたら、いや、それは AI 活用されちゃうでしょっていうところをちゃんと分かっておく必要があるっていうのは大事ですね。なので使用する理由を説明できるようにしておきましょう。これもちょっと書いてあります。はい やっぱりね、あの、解析するときには、その訪問者のデータを好奇心で対応するのは、ちょっとね、気を付けた方がいいっていうのは覚えておいてください。はい。 あの私は AI 推進派なので、クラリティ大好きなんですけど、他のツールとの比較です。でクラリティと GFO と Google Search Console でそれぞれの項目ありますけど、ユーザー行動の分析をする、その人がどういうふうに動いたのかなっていうのが分かるのは、やっぱクラリティが一番分かりやすいですね。GFO を設計すれば使えます。Google Search Console、Search Console 知ってる方どれくらいいらっしゃいます あこれは割と半分くらい。あの、検索結果あるじゃないですか、Google の。Google の検索結果があって、検索結果として自分のサイトはどういうふうに見られてるのかなっていうのがわかるツールなので、割と GA4 とサーチコンソールセットで入れてる方は多いと思うんですけど、もし GA4 を入れてるんだけどサーチコンソール入れてないっていう方がいたらしたら、これはノーリスクなのですぐ、あの、今から入れてください。<laughs> はい。 それぐらい大事なツールですね。で、プライバシー対応に関しては、まあ、サーチコンソールは検索データのみで公開されているものですから、もちろん二重丸なんですけど、クラリティと GA4 はちょっとやっぱり気をつけた方がいいっていうのはあります。もちろんあの対応はしてるっていうのは両方とも明言してますけど、はい。で、リアルタイム解析ですね。で、ここら辺はあのクラリティも GA4 もできます。で、クラリティは特に動画で確認できるのですごく分かりやすいですし、GA4 はちゃんとアクセスが来てるかどうかっていうのを数値で。 確認できてますし、まあ、最中コースではちょっとできないと。あと、使いやすさは、あのクラリティは本当に初心者向けですごく分かりやすいですね。GFO は中級から上級者向けっていうのがあります。なんかもう,どう、どうやら噂によると GFO は開発者の方に向かってるみたいな、開発者向けのさ、あのー、ツールとして。 売ってるところがあるんじゃなないかなってあとなんか、仕様がコロコロ変わるから GA4 界隈大変なことみたいになってますけど、あとまあ、サーチコンソールは使いやすいですね。割と検索コードは分析しやすいです。コストはどれでも全部無料から使えますし、機能連携としてはやっぱ Google 関連の,あの連携は GA4 も Google サーチコンソールもしやすいっていう、クラリティはちょっとね、その辺が、あの、できなくはないんですよ。GA4 との連携はできるんですけど、またちょっと甘いな 甘いなって言ってる時点で私もあれかと思うんですけどだいぶそんな感じでマイクロソフト関連とはいけるんですけどねそんな感じのツールの比較がありますまあユーザー行動分析に特化したツールっていうのがクラリティということですでこんな感じ定量分析まあ指標を検証したりあと訂正分析背景を検証したりみたいなあの数字で表せるところとなかなか数字で出にくいところって あと、ウェブサイト内の行動とウェブサイト外の行動で表したときに大体そんな感じになるかなっていう GA4 とクラリティとサーチコンソールと、あと、訂正分析でウェブサイト外だったらユーザーインタビューとか市場の声とかって、まあこういうのも大事にしましょうねというお話です。なので、クラリティは GA4 の代替にはなりません。むしろ一緒に使うみたいな感じ。 ですで私 GFO 嫌いなので、ルッカースタジオに入れて、あの連携させて、あの見たい数字だけしか見てないんですけどね。そういう使い方ができるかと思います。で、あの、初心者向けにはクラリティ、すぐワードプレスプラグインありますので、サクッと入ります。導入しやすい。で、中級者向けには Google タグマネージャー。 入れてる方がいらっしゃら、あのそこでクラリティすぐ設定できますし、まあカスタム指標とかも使えるようになるので、まあ、中級向けだったらタグマネで設定するのがおすすめですね。はい。で、こんな感じ。ヒートマップ。赤いところがめちゃくちゃクリックされてる。これあのクラリティの画面でデモで出してるものなんですけど、これ自分のサイトで見たくないですかね。トップページとかで、 なんかよくキービジュアルのところに真ん中のボタンとかあるじゃないですか。本当に押されてると思います。ね。気になるでしょぜひそういうのをね、やってみていただきたいんですけど、まあ、あの、すぐに導入できるかどうかっていうのはそういう、さっきもお話ししたようにプライバシーポリシーとか AI のどうのこうのっていうポリシーがあると難しいので、まずデモで使い勝手を試すのがおすすめですね。で、これ面白いのが、あの、 これクリックヒートマップでクリックされてるところなんですけどまあメニューの部分はわかりますよねボタンもわかるんですけどテキストがなんかクリックされてるわけですよあこんなとこクリックされるんだってなるとそこのクリックって動かないじゃないですかだからユーザーとしては何を求めてそこをクリックしたのかなって考えるのが大事なツールなんです だから、あ,あそこはクリックされてるんだ、されてないんだ、だけじゃなくて、なんでここをクリックしたのかなっていう視点で、ぜひ、このツール見てみてください。 であの導入後、初心者におすすめの使い方も2つちょっとおすすめあります。まずクリックヒートマップ、今お伝えしたような感じですね。一番アクセスしているページ、例えばトップページなのか、意外と仮想ページなのか、もしかしたら会社概要のページも企業サイトはアクセスが多いので、そういうところを見てみてで、そのページのクリックヒートマップを見て気づいたこと何かなとか、じゃあトップページでどこでクリックされてるのかなとかで、クリックされやすいグローバルメニュー。 一番上のメニューのところで特にクリックされやすいグローバルメニューどこかなっていう。で、これが会社概要のページに入ってからのグローバルメニューとトップページのグローバルメニューのクリックって場所違いますからね。 そういうとこもちょっと見てみると面白いと思います。あとボタンやリンク以外、さっきの,あのテキストの部分がクリックされてたら、なんでこんなとこクリックされてるんだろうってうあります。これ、あのクラリティではデッドクリック、死のクリック <laughs> って言われてますね。何も起きないから。そういうデッドクリックを見てみるのもいいので、そのデッドクリックの録画、見てみましょう。ここをクリックしてる人はどういう動きしてるのかなって全部わかるんですよ。で、あのー、 一番多いページ、どのページかなってそのページの録画見て気づいたこととか、あとユーザー行動に違いがあるかっていうのは、デッドクリックある,録ある録画とない録画のそれぞれを見てみるとか、あと、なんでデッドクリックしてるのかな例えばよくあるのが写真。スマートフォンでアクセスした時の写真のクリックがデッドクリックになってたら、ユーザーは拡大を期待してるんですよ。 それが拡大されてないからデッドクリックになってるっていうことがあるので、それをじゃあ改善で拡大させてみましょう。で、やっぱそうやって見ることが多くなるみたいなことがあったり、そういうところで改善ポイントが出てくるんですね。で、もっと大切なページあるのかなって、デッドクリックが多い中で、それぞれいろんなページを見てみるっていうのがあります。で、クリック数で相当することもできますね。で、面白いのが、すっごいデッドクリックするユーザーがいるんですよ。 で実際の録画見て何かなと思ったらページのテキストを選択しながら読んでる。びっくりしますよね。 やってます。<laughs> そうそうそう。あの、やってる方いらっしゃると思うんですけど、それ全部デッドクリックになるので、あの、デッドクリックでも別に問題ないクリック、デッドクリックと、やっぱりそういうさっきの画像が拡大しないっていう問題のあるデッドクリックと、いろいろあるので、自分にとって、自分たちにとってそれが問題なのかどうかっていうのを把握しながら見ていくっていうのも大事ですね。はい。 ということで、ユーザー行動分析の進めに入ります。まあ、あの、使うためコストして大切なところっていうのが結構あるんですけど、まあ、サクサクと行きます。割と戦略部分なので、行動分析、面白そうって思うじゃないですか。面白そうなんですけど、一番最初にまず目的があるんですよ。結構、あの、 ワードプレス界隈の方をお話聞いてみると、いや、目的とか戦略とかどうでもいいんで、とかっていう方結構いらっしゃるんですが、大事よ。大事にしてね。はい。あの、そういうところがあって、目的戦略施策があっての検証で改善なので、大体この検証の部分なんです、解析って。だから、解析して何かがわかるっていうことはあんまないんです。検証だから。だから、例えば、このページの あのーヒートマップ見たいってなった時になんでそのページなんんでですすかから始まるんですそれが例えばユーザーにとって必要なページだから見たいんですっていうのは分かるんですけどいやアクセスが多いんでさっきのね初心者向けのっておすすめはしましたけど。 そこからもう一歩進んで本来はその目的があって戦略があっての施策だからこのページでユーザーはこういうふうに動くよねっていうのを想定した上でそれを検証するっていうのが大事なんですでだから改善ができるむしろ目的戦略がない状態で検証しても改善にはなかなかつながらないんですよだから改善がしにくいですって言ってる方々は多分戦略がちゃんとできてない検証するための設計ができてないっていうところが結構大きいんですよね まあ検証ワクワクするのでぜひあの検証前提の設計,設計をちょっとあの考えてみていただけたらなと思っています。はい、まず目的でですねそののののウェブサイト誰のためのものなんでしょうとよくあのクライアントさんでもいらっしゃるのであの分かると思うんですけどなるべく多くの人に見てもらいたいんですたくさんの人に見てもらいたいんです絞りと込むとかじゃなくていいんで多くの人に見てもらいたいんです。 ユーザーザの方向性見えてないですよねちょっともったいないんですよ。それはあの誰でもいいので結婚してくださいって言ってるようなもんですからいやあのお前好みくらいあるだろうみたいなのが結構あると思うんですけどやっぱりユーザーの方向性って大事ですよね。でこんな人におすすめのサイトですっていうのは言えると思います。ただこれユーザーへの価値がある程度は見えてる。 割とまあ、だいぶ進んでいるので、こんな人におすすめですよ、みたいなあれなんですけど、なんとかなんとかな人の〇〇を解決するサイトですっていうふうに一言で言えるような状態になってると、検証もものすごくしやすい。特に行動分析が、本当にどんな人っていうのが、何に困ってる人っていうのが、あの、背景情報としてあるので、ニーズとかペインとかいろいろありますけど、そういう人の何々を解決できてるかどうかっていう目線で検証すればいいので。 すごくわかりやすいんですよね。だからユーザーの問題と価値がわかっている状態です。はい。皆さんのサイトは、だ,んだん、あの、どんな人の何を解決するサイトなのか。今一言で言えますか言える言えるっていう方どれくれますああ、一人上がってる。素晴らしい。いいですね。後で聞いてみましょう。<laughs> で、あの、ユーザーの課題はざっくり大きく分けて2つです。知りたいか買いたいか。 あの、クエリの SEO の話をご存知の方は、このクエリのやつで、あの、インフォーマーシャルクエリとか、ナビゲーショナルクエリとか、いろいろあると思うんですけど、だいノーかバイ。まあ、ドゥーとかいろいろありますけど、知りたいか買いたいかに集約されます。で、中間があります。中間あります。で、だいたいまず情報収集、知識習得ですね。自分でやるから調べたいんですよ。知りたい。 で、買いたいっていうのはもう他者を頼る状態です。お金を払ってもいいから他者を頼りたいっていう状態。この行動の違いですね。で、真ん中は迷ってる状態ですね。だからこういう検索ワードで入ってくるわけですよ。皆さんのあの、サーチコンソールは結構使われている方多いので、スクエリ見えると思うんですけど、そのサーチコンソールでどういうのが来てるのかって言ったら、大体あの、この辺のどこかな、みたいなのがあると思います。で、あの、 ブランドクエリって言われている自社サイトの名前のクエリとか自分のサービスでそのまま入ってくるっていうのはだいたいもう買いたいとかに入ってきます。後半の方ですね。もう分かってるから。はい。 この二つなんですけど、まずノークエリですね。検索ワードの考え方としては自分で判断したいから、情報を得て理解を深めるフェーズなんですよ。で、検索する人が多いから、割と認知拡大に活用できるんですね。で、クラリティで入ってくるときも AI がちゃんと見,見てすぐあのヒートマップとかっていうのはわかんないんですけど、あの、コパイロットをつけると、ちゃんとどこどこから入ってきてとかって言ってくれるんです。 あのメディアの部分とかも入れてくれるんですけど分かりやすいんですがただ今ゼロクリックにななりかねないですゼロククリックっていう言葉初めて聞いたっていう方どれくらいいますあれみんな知ってるゼロクリックあ知ってるぞっていう方ははい手を挙げるの恥ずかしいなっていう方がほとんどですねはいあの今 Google のバードまあジェミニーになったりもしましたけど検索すると AI が答え入れてくれるじゃないですか であとあの AI が答えなくても大体もうそこに検索した内容が出てきたりとかもうサイトに行かなくても分かっちゃうからクリックされないっていうのをゼロククリックっていうんですでこういう状態がやっぱ起きてるのとあとやっぱり SNS で知りたい情報っていうのがあるのでそもそも検索をする前に SNS で探すとかそういうことが結構多くなってきてるのでだから SNS やった方がいいですよっていう話になるんですよ。うん ゼロクリックとかでもあるから。で、脳のその部分を押さえておくと。で、じゃあバイクエリの方ですね。ここ納得して申し込みたい。納得してっていうところすごく大事で、条件確認して支払うフェーズとかなんですけど、大体ここまで来る人って検索する人が少ないから、購入促進に活用できるんですね。だから、あの、バイクエリすごい大事なんです。すごく大事。で、ただ、そのバイクエリに至る顧客の成長が必要なので、知りたいで入ってきた人が、まあ何度か来て、 あの、あ、やっぱりここで買いたいなって思ってもらえるような感じをすごく大,大切なんで、ノートバイの間を埋めておくコンテンツを自社に入れておくっていうところです。はい。で、戦略で今こうやってきましたけど、この STDC っていうフレームワークめちゃくちゃニッチなので、知らない人の方が多いと思いますけど、これ Google ググが言ってる、Google ググが出してる、実は。 フレームワークなんですよで。自分たちのプロダクトとの接点で必要なコンテンツ考えましょうってう、まず C ですね。目にしてもらう認知拡大の部分ですね。まあ、知ってもらう。で、シンク考えてもらうって興味促進で、で、Do 申し込んでもらう、ケアアフターフォローするっていうところ。大体ドゥまでコンバージョンみたいな感じで考えてる方多いと思うんですけど、このケアまでちゃんとするっていうところ大事ですね。で、そのケアまで想定して納得してるユーザーってすごいいるんですよね。 買った後、ちゃんとメンテしてくれるのかなとか、なんか買った後、お金またかかるんじゃないかって思うことあるじゃないですか。そういう部分がまあ大事っていうのを、そこまで考えておきましょうって言ってそれぞれの接点重ねいくと、次に進みやすいんですが、施策です。それぞれの s t d c で考えてみると、施策としては、あ、やっぱ認知拡大だから、そのノーカテゴリーの ワードプレスだったらワードプレスっていう言葉がビッグワードすぎるからワードプレスで自分たちは何を解決するのかってそこに入ってくるわけですよここのそういうカテゴリーの記事作成したり SNS 運用したりとかあと興味関心ですねサイトなので俳優。 強いところなんですが、サイト内の会議を促進したり、ベルマガを案内したりとか、あと、ドゥーネスね、購入促進で、もうあの、スムーズな決済フローとか、キャンペーンの実施とか、まあいろいろあって、関係維持は顧客向けのアンケートとか、継続オファーとか、いろんな形で接点を作ることができるわけです。だから、なんかこれやった方がいいよねって思うことって結構手段としてあると思うんですけど、何のためにどの施策をするのかっていうのがすごく大事。 なんでツイッターしなきゃいけないあ X、X しなきゃいけないのかっていう話もあるのであの、じゃあそれは認知拡大のためですよ、だからツイッターで認知拡大を目的としてるのになかなかあの申し込み上がらないんだけどみたいなのは当たり前です、購入促進してないだから。フェーズがそれぞれ違うっていうところ、まあ、この4つくらいは覚えられるでしょうと思うので、ぜひ持ち帰ってください。じゃあ検証ですすこ,こから解析の話にななってきますが重要な評価指標 あの、一例です。あくまで一例です。これ企業ごとに全部違います。ので、あの、あくまで参考までなんですけど、検索画面での情報っていうのが、どれぐらい、それこそあの、ランクがどうとか、あとクエリがちゃんと出てるのか、みたいなとか、SNS 表示回数とか、PV とか、まあよくある指標ではありますけど、で、シンクは、ユーザー行動指標ですね。それこそ、回遊率がどれくらいなのかとか、 一回の訪問で何ページ見てるのかっていうのも回遊のところですし、あとどれだけスクロールされてるのかっていうのもありますし、大事なあの CTA、コールトゥアクションの大事なボタンあるじゃないですか。お申し込みはこちらとかお問い合わせはこちらみたいな、そういうボタンがどれだけクリックされてるのかっていう指標がユーザー行動指標になります。で、あとメルマガン登録数と開封率とかそういうところもありますし、 あと、ドゥの購入促進としては、コンバージョン数とかですね、加ゴ落ち率、クーポン利用割合みたいな、本当にあのお金に関わる部分が入ってきます。で、ケアですね、関係維持として、アンケートの回答率どれくらいかなとか、リピート交流率みたいな感じになってきます。まあ、にもね、いろんな指標あると思います。レポートで定点観測できるようにしておくと、すごく楽ですね。もう1回 定量分析しやすいのは GA4 と Google Search Console。で、定性分析しやすいのは Clarity と、あとユーザーインタビューとかなんですね。で、ウェブサイトの中と外っていうところなので、ちょっと薄いから見えるかな。あの、検索画面での情報は、やっぱり Search Console 得意ですし、ユーザー行動分析の,あの指標は Clarity が得意ですし、CV 数とか過合,率過合値率っていうのは GA4 が得意ですし、もうケアの関係維持はユーザーインタビューが得意って、それぞれの領域で 全部でできるんですよ、はい、だからメインツールって使い分けつつ併用するのがすごい大事ってことなんです。じゃあ改善 SEO 強化とか広告検討とか文言や動線の改善とかっていうのありますね。まあ、この辺はもう検証までできれば自動的に出てきます。皆さんあの政策やってらっしゃるとなおさらなんですけどすごくやりやすいと思います。なので改善はツール見てあのここまでのことができてたら大体出てきます。ただ場合によっては本当戦略の見直しが近道だったりすることもあります。目的をもう一回考えるとかね、はい、そういうのもあります。 じゃあ、お待たせしました。多分、一番メインで見たかったの、この辺かなと思うので、ざっといきます。でも、ごめんなさい、ちょっとできてないんですけど、あの今日はざっといきますね。うちあの、ウェブの制作とか開発とかコンサルもやってますけど、ちょっとあの、ストレングスファインダーっていうものを使ってるので、そのままあの私の場合ということで出しました。で、ストレングスファインダーというツールを知ってるっていうのが、すでにあの私のターゲットの条件なんですよ。 知らない人は、あの、SNS で啓蒙してるので、あその死んだ人がある人の診断結構どう活かせばよいのかをコーチングによって解決する。これくらいまで出せるとすごく、あの、目的として分かりやすい。で、ノークエリとバイクエリですね。で、想定行動が、ここが、あの、クラリティの話なんでシンクとドゥのあたり入れてますが、これを想定行動をクラリティで検証していくと、どんなことになるかっていうと、まず検証ポイントを列挙しとくんです。 ユーザーと最初の接点で魅了できているかなっていうのをすごい大事にしてます。だから一番最初に入ってきた人が2ページくらいは読んでもらうのがすごく理想としてやってます。えっ、ー、と、私の場合は、あの、5ページは読んでもらいたいっていうくらいをちょっと想定した戦略がにはなってるんですけど、まだちょっとコンテンツができきってないので、まだまだなんですが。 で、次に2番目、説明ページを読む理解の部分。だから、興味が育ってたら、大体ここまで来てるなっていうのが分かるわけです。で、お客様の声を読むっていうことができて、外部リューティンよりサイト内で回遊できてるかどうかっていうのをポイントにしておく。こういうふうに検証のポイントをある程度列挙しておくっていうのがすごく大事。で、もう一回説明ページ読んだ時には、多分、コンテンツの見え方違うはずななっていうので、そういうあたりを見ておくと。後でスライドを見ておいてください。 あの実際に解析してみたかったんですけどごめんなさいねちょっと飛ばしますがダッシュボードこんな感じなんです可愛いでしょ <laughs> ちょっとね数字いっぱいありますがあの割と面白いと思います日本語でもこういうふうに使えて最近あのパフォーマンス指標が入っているのでページインサイトのスコアが出てきたりもしますがまあその中でイライラしたクリックとかデッドクリックとかちょっとあのね 珍しい指標とかも来ますが、あの、私がじゃあ、ストレングスファイナーについての記事を読むっていうところがありましたけど、ちょっとこれ、セッション別のページ数が1.6なんですよ。1回の訪問で1.6ページ見てるので、5ページどころの話じゃないんです。なので、あの、思ってるより少ないなと。 思ったんで、動線に課題がありそうだなと思って、で、2ページ以上読む人に限って絞ったら、ブログ記事に戻るかと思ったらカテゴリーを一覧を閲覧してるみたいなちょ、ちょっとかなり想定外の動きをしてたっていうのに気づいたんです。そしたらページ内でいいところにリンクが貼れそうだからやってみたらいいなっていうことで試作案が出てくるわけですよ。で、こう,こうやってそれぞれいろいろと改善試作案を出して、 だもう、そもそものアクセスが想定未満とかね、結構こういうのが出てきたりとか、強化した方が良いと再認識あのね、再認識すること結構あります。やった方がいいって分かってるんだけど、みたいなことって結構あるじゃないですか。はい。あの、やらなきゃってなります。で、サイド読むみたいなところで、あ、なんかカスタムセグメント設定した方がいいなって思うことが結構出てきましたね。ちょっとごめんなさい。 こうやって改善施策。でもう実施済み。今日本当はこれ、こうなりましたって見せたかったんですけど、後で公開します。で、2月中にこれやる、3月中にこれやる。これ提案できたら強くないですかね。面白いと思いますよ。で、チャット GPT 使ってるっていう方どれくらいいらっしゃいますあ、半分くらいいいですね。持ち帰ってください。改善提案全部出してくれます。で、あの、 この面白いのが、忖度は不要なので本気でやりましょう。この一部入れると本気で出してきます。あ、すいませんってなります。<laughs> はい、面白いですよ。これも記事出してるので後で見てみてください。はい。で、あの、g f 4を私嫌いって言ったじゃないですか。で、ルッカースタジオと合わせてこういうグラフを作って、で、これそれぞれの記事あの出してるんですけど、 オレンジがランキングで紫が表示回数なんでランクがこう公開した日からこうやって上がっていくとなんか気持ち的に嬉しくないですかあちゃんと評価されてるみたいなことが分かりやすいのであの成果をでき実感できるレポート必須ですやる気出るから大事でまとめですが本セッションのポイントとしてはまあ皆さん検証の大切さ分かってると思います やっぱ検証大切だなーって思った方どれくらいいますはい。ありがとうございます。なんか手を挙げさせたみたいな感じになりましたけど、はい。クライティ知ってますかって、まずデモ見ながらメリデメ確認していただくといいかなと思います。あとユーザー行動分析のすすめとして、あなたは誰のどんな問題を解決する人ですかっていう質問に答えられるようになってくと、 いいです。これで、あの、3分とか喋ってると、あの、ユーザー像が見えてないということで、あの、15秒で答えられればバッチリ。で、クラリティどんどん使ってみると、解析ポ、改善ポイントどんどん出てきます。すごい面白いくらい出てくるので、あの、試作の改善が追いつかないぐらいになったりするんですけど、まあ、こういうのも、 出てきますね。すごく楽しくなります。で、余談なんですけど、アクセス解析のこれからということで、解析ツールの仕様とプライバシー保護っていうのが結構やっぱり今、クッキーの話とかもね、かなり出てきてるので、すごく同意の選択肢を明示することが今後も必要になってくると思いますし、あと個人情報保護の観点からツールを選ぶっていうのもあって、 有名ところ G4 とかクラリティとかあるんですけど、それこそあの Q アナリティクスとか、まともアナリティクスとか、ジェットパックさんもそうだし、WP スターティクスとか、結構いろんなツールあるんですよ、本当は。あんまりニッチっぽいけど。そういう自分たちのサーバーにデータを保持するっていう選択肢もあるので、クラリティも私は大好きなんですけど、やっぱり自社として大事なツールって何かなっていうのを、検証も含めて、 こういうのを検証したいからこのツール選ぼうねっていう風に選べるようになっていったらいいかなと思います。まあ、いつかみんなで考えられたらいいなと考えております。はい。ということで、一旦あの、私のお話終わりますが、この後ちょっと質疑応答に移りたいので、まあ、コーチングの話、ソレングスファインダーみたいな話は私のアットメケモケでやってますし、ウェブの話はクラリティラボでやってますんで、あのー、ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、ちょっと質疑応答も あのしきっていいですかありがとうございます <laughs> ということであのこの場で手を挙げてくださいっていうの私嫌いなんですよなので今ほぼ満席だから隣の人23人いると思いますからこのセッション聞いて一番心に残ったことをそれぞれ話し合ってもらえますかあの5分ぐらい取りますのでなんかキーワードとかでもいいですしいやー難しかったですでも全然構わないのでちょっと5分取りますのでお話ししてみてくださいどうぞ。 自己紹介とかいらないです、大丈夫、話,話してください、はい、どうぞ GA4 の,の愚痴が出ました、<laughs> G4、G4 で、ね、気になりますよね、そうそうそう、はい、ちょっと他の人にも聞いてみようかな。 あの結構、目的とかないよねっていう話も出ましたね。はい、いいですよ、まだまだ話しててください。 えー、あの、コーダーさんから、あの、コーダー、なんでこれコーディングしなきゃいけないのが分かると、理論が分かるといいっていう話も出ましたね。あ、まだまだいいですよ。ど,んどんあと1分半弱、まだ話していいですよ。オンラインの方ごめんなさいね。<laughs> じゃあ時間になりました、ありがとうございます、拍手はい、ありがとうございます、いいですね、盛り上がりますよね、はい、この中で話をしたら、はい、あの、いや、愚痴出ましたねっていう方、どれくらいいますか、<laughs> いや、ちょっと愚痴っちゃったみたいな、いますよね、いますよね、はい。 あのじゃあこう話をしてったらちょっと質問これ聞いてみたいなっていうのが多分出てきた方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとあの質問ある方手を挙げてあ、はい、ありがととううございまます、はい、じゃあちょょっと声入れし解析をするそのタイムスパンあ、はいえー、と例えば何か編集を加えた後例えば1週間後に見るべきなのか1ヶ月後に見るべきなのか定期的に見るべきなのか。 なんかどういうタイムスパンでこういうデータは見ていくのがいいというお考えですかありがとうございますあのどれくらいのタイムスパンでどれくらいの頻度で検証したらいいかというお話だけどはいこれ答え聞いてみたい方ってどれくらいいますか頻度解析頻度あいいですね半分くらい手上がりましたねあ,あと半分ぐらいは分かっている方なのかなという方は思うんですけど身も蓋もない方すっと目的によりますよねやっぱりあの EC とかだったら毎日データがそもそも変わるじゃないですか。で、それだったら毎日見た方がいいし、今、私のこれはブログの記事なんですけど、だいたい、あ、EC、ネットショップですね。ネットショップとかはそうなんですけど、あのー、これ1日ごとのデータを見てますが、だいたい私これ、あの、3日に1回とか1週間に1回とか、あ、上がり始めたなと思ったらもう見なくなります。はい。 で、次の新しいページどれかなとか、あとここ14日平均とか、これルカスタジオで見てますけど、あの14日平均で目標値を超えたら、まああと大丈夫だろうと思ってますし、あとアラートを送れるように、あのちょっと、 今、あ、でも GF できないかな ?GA ではできたんだけど、なんか落ちたり上がったりしたらアラートみたいなのもできたりもするので、こういうふうにちょっと定点観測はだいたい毎日見ておいた方がいいっていうのはあるんですよ。で、毎日見ておいた方がいいっていうのは毎日変動するだろうから、指標がそもそも。 なので、企業サイトとかで公開後にちょっと一週間くらいは毎日見てみて、あ、なんかサーチコンソールでちゃんとデータ上がってきてるねとか、Google アナリティクスでデータちゃんと取れてるねみたいなもの。なんか3ヶ月後、公開後3ヶ月後くらいに GA のデータ取れてないんですけどって言われたら、見てないんかいみたいな風になるじゃないですか。なので大体毎日、最初は毎日見て、でちょっとスパンを、 あと定点観測みたいにしておくあとレポーティングは私毎回スプレッドシートとかエクセル作るのは嫌いなのであのこうやってルッカースタジオでいつでもあの期間を変えれば見えるようにしておいたりもしますねはいありがとうございます他に質問ある方いらっしゃいますかなんかあの全然質問じゃなくても感想とかでもいいんですけどはい。あありがとうございますどうぞ大声で <laughs> はいありがとうございます estava no... はいあのまず異常異常値をどう捉えるかという質問をいただいたんですけどそもそも異常値と捉える基準を自分の中であらかじめ作っておくっていうのはすごい大事ででで大体異常値ははスパムです、はいで私もあの GFO とか見て唐突に1日だけものすごくアクセスが多かったりした時に何があるのかなと思って GFO 見ると。 なんかあのスパムの参照元とかそもそも参照元がなかったりするとかで参照元ないデータっていうのは G4 はダイレクトっていうので入ってくるからちょっと分かりにくかったりするんですけどクラリティボットあのちょっとこの辺あるかなここでセッションっていうところに4299ってありますけど3ボットセッションが除外されましたってあるじゃないですかだから両方見てるんですよ。 でそうすると、異常値でボットなのかどうかっていうのが分かります。で、最近ちょっと話題になってたから、あのツイッターの g f 4界隈見てみると面白いんですけど、g f 4はスパムが取りにくいんです、除外しにくいんです、すごく。IP 以外の除外がすごくしにくくて、あの小川拓さんっていう g f 4のプロの方が、ちょっとやり方説明してるんですけど、私はあの半分くらいしか理解できないくらい、ちょっと面倒くさいんですね。だからクラリティその辺ボットのもの辺もははあありますとと異常値としてはキャンプ とかあと SNS でバズったとかあのそれで参照元とか見るっていうのをだいたいやりますねで本当に異常値の場合は1日上がりますで継続的に上がるのは試作がうまくいった時かあの大体グニュースとして捉えられた時かみたいなのでそこの異常かどうかっていう判断をするのは試作をちょっと見といた方がいいっていうのはありますねはい答えになってますはい ありがとうございます。あと、お一人くらいはいけそうな感じもしますけど、あの、いいですよ。大丈夫ですかはい。なんか、あの、あ、どうぞ、どうぞ、はい。いはい。はい。あります。あの、えっ、ー、と、 やり方を、ここのクラリティのデメリットとリスクの対処法に書いてあるので、で、実例も載せてます。私の名前バレちゃいましたっていう実例をここに載せてるので、ぜひ後でスライドのチェックして見ていただくと、あーってなります。はい。 いいですねあのそこすごい大事で確認画面をやってる場合もそうですし確認画面入れてないんですけどサンクスページでどこどこのメールアドレスに何という懸命のメールを送りましたってあるじゃないですかメールアドレスバッチリ入ってるとそれ平文ですからね。 だから確認画面入れてないから大丈夫じゃなくて、個人情報を自分たちがどう使ってるかっていうところにちょっと意識するっていうのが大事で、ユーザー体験を高めてるはずなのに、そうやって個人情報をさらしてしまうっていうリスクもありますので、まあ、そういうところに意識していただくといいかなと思います。はい。あの、私、スポンサーブースもいるし、いろんなところにいるので、これ見かけたら声かけてください。はい。本日はありがとうございました。小杉さん、ありがとうございました。